何ですか？もちろさん。はーい。かわいいね。これ見て、そんなかわいいキョウちゃんに。何それ？ペヤングの新しいやつ。マシマシキャベツ。キャベツがですね、なんと5倍入ってるやつがあるんですよ。それを10個用意しました。芸術的ですね。はい。マシ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 しようと思って、これの火薬だけ抜いて。そう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 。どうなんだって。そう、おお、超スーパー50倍マシマシキャベツを作ろうと。50倍。やってみよっか。ああ、すごいわこれ。どう？これ見て、これわ、すごっ。通常これの半分ぐらいなんで、火薬がどっさりすぎん。これ容器が例が必要だね、これ多分違う、でかいやつ。普通に作ってさ、うん、このこれを普通に作って、うん、これ別で作って、うん、後から乗せて、うんうん、さらに盛るの、盛ってみよう、うん、いいよ、はい、じゃあこれ普通に作るわ。一個はね、はい、すごい量だな。まあ今さりげなく入れてたけど、おう、すごっ。 Hey Siri、 3分測って。はい、3分からカウントダウンします。ヒューヒュー。この間にちょっとこの中にさ、はーい、鍋の中に入れよ。アホみたいな量になったけどね。やばー、こんな量になるの。はい、これ大丈夫この鍋で。あ、大きくなるのか。そうそうそう、キャベツ大きくなるから多分その鍋じゃダメじゃん。開けますよ。はい。発見が一つありました。全然お湯が出なかったね。なみなみに入れたんだけど、水分が全然足りんと思った。いやいや、なんか多分吸われてる。いつももっと出るのに。うん、開けます。はい。おー、うまそう。あ、でも別になんか言うほどだね。うん、これがマシマシね。そう、これが普通の。現場のチャレさん、そっちの状況はどうですか。今状況を伝えたいと思います。はい、こちら現場のチャレ。はい、すごいです。引き続き見守っていきたいと思います。うん、いいと思う。お待たせしました、どうぞ。すごいね。これが9個分だね。うん、どうすんのこれ。これを乗せます。乗せるの？はい。味付けはどうする？先にこれだけ味付ける？そうだね、味付けるか。はい、作りました、はい、これが通常のマシマシ、はい、ですね。はい、これに、はい、足します。はい。いや、すごい重量感だな。盛ります、盛ります、さらに盛ります。はい、完成。完成しました。すごっ。何ですか？めちゃめちゃやばい。ペヤングキャベツマシ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 です。実食。やっぱりこの50倍を堪能してもらわないとね。こう取るだけでちょっとポロリしちゃう、ボロボロしちゃうんですけども。どう？甘いですね。キャベツの甘みがね、存分に出てると思います。目あった。これなんかかろうじて。かろうじて。それ麺。大変ビビでございます。待って、今のなんかすごいカスみたいな麺じゃなかった？いや、あのですね、自重が重すぎて。ああ、なるほどね。はい、取り出せないと麺が。そうなんですよ。ちょっと一旦上を。よろしいですか？よろしいです。さすがにちょっと食べづらいので。はい。ちょっとやっぱりあの、うん、重たかったんでね。鳴らしてね。はい、鳴らして。うわー、すごい出てきますから、麺が。食べてくださいな。ペヤングですね。ペヤングですね。どうですか、マシ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 。
普通に食べたいですね。味噌汁にさ入れてもいいよね。オムレツとか。ありそうです。また単純に粉も。まあいいね。めっちゃお腹いっぱいになるね。なるね。これすごい。これすごいな。これさ5倍がさ適正量なのかもしれない。当たり前でしょ。麺も全部食べたの？まあ大体は食べましたね。本当だ。麺全部食べてこれ、うん、すごいな。私が余った分はアレンジレシピにするから。今ちょっとやってみてよ。なんかせっかくだから。いいよ。作ってきますね。アレンジ。ちょっとせっかくだからね。はい。はい、できましたよ。お、何ですか、はい、パイタンスープにしました。パイタンスープ、はい、具はもちろんあのキャベツの、はいはい、じゃあいただきますね。はい、どうぞ。普通にあり、普通にうまい、うん、次こちらお好み焼き。あ、すごい、もうお好み焼きやん。うん、おー、めっちゃ美味しそう。お好み焼き。じゃあちょっと食べてみますか。ほぼほぼキャベツ。だって火薬しか入ってないでしょ、これ。うん、火薬にその卵を入れて混ぜて焼いただけ。うん、お好み焼きです。はい、お好み焼きです。はい、江戸です。あ、違和感ない。うん、普通にお好み焼きっていうかただのキャベツだね、もう、うん、別に火薬感ない。皆さんもいっぱい買っていっぱいキャベツにしても、キャベツはこうやってアレンジして食べれるんで、気になる方は、何ですか、キャベツマシ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 ペヤング買ってみてください。大変美味しかったです。ただこんなにサブコンテンツというかサブ料理を作るのであれば、普通に食べるのが一番だと思います。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。はい、これきょうちゃんの明日の朝ごはんと昼ごはんと。うまいな、お好み焼き。うまいな、これ。たまに麺入ってる。ピロリン。